どうも、この丸です。キータロです。じゃあ今日はアイラインの京セラドーム公演の2日目の感想について話していきます。まあ、前回初日のね、現場レポを動画を出して、で、その次の日もね、あの、僕、キータロがね、行ってきたんで、そちらも話をしてきたんだけど、いや、2日目もね、めっちゃ良かったよ。やっぱり、なんかさ、初日もすごい良さそうだったけどさ、2日目なんか大興奮の感じ,じゃなかった。 そうだね。やっぱその、ドーム最終日だし、しかもツアー自体の11月から始まったアリーナツアーの最終日でもあるから、やっぱりそのちょっとフィナーレみたいな、最後みたいな感じの特別感みたいなのはあったかな。あー、なるほど。え、噂に聞くとさ、なんか言っていいダブルアンコールあったんでしょやばいね。うん。そうなん、ダブルアンコール。なんかまさかあると思ってなくて。 うんうん、なんか僕はさ、そのジャニーズ界隈とかもさ、行ってるから、それはなんか結構オーラスでダブランコみたいなのはよくなんかその、あるやつなんだけど、あ、イニちゃんもあるんだみたいな。うん、えー、なんかどういう雰囲気でそうなったん なんか、まあ普通にそのファイナル終わって、もう本当挨拶して、本当に、本当に締めみたいな感じで終わって、メンバーが履けてったんだけど、で、履けた後の VCR っていうかその映像みたいなのも、もう普通通り、通常通り流れて、流れてるんだけど、会場でもう INI コールがすごい鳴りやまんかったのね。ええー、あ、あ自発的なやつなんだ。ね、そうそうそう、自発的なミニちゃんたちが、なんかその後々その検索とかしてたら結構、絶対 INI コールしようね、みたいなとか動きはあったっぽくって、そう。うん,うん、うん。で、コール、 その、聞こえてきたから、俺も結構さ、コールしたりとかして。いや、でも、うんうん、もう、退場してる人とかもいるから、その、帰ってってるお客さんとかもいるから、あ、うん、難しいんだろうな、とか思ったら、なんか、真っ暗になって。うん。なんか、ズーンみたいな。ズーンは、覚えてない興奮して、どうやって出てきたか覚えてない。<laughs> じゃあ、じゃ、何今のズーンって。わからん。なんかう、<laughs> 何の効果音だった今の。<laughs> いや、なんか、金子支配に出てきた音みたいになってるんですよ。<laughs> で俺、ね、みーの支配人じゃん。<laughs> <laughs> そう、いや、なんか、なんか、なんて言ってたからなんか、まだ遊びたいのみたいな感じでね、やってきたんよ。ああ、全員もちろん来たんだよね。うん、そうそう、全員やってきて、でもなんか俺、挨拶だけで終わるんかなとか、そういうパターンもあるからさ、もう一回出てきて、最後に挨拶してっていうパターンもあるから、うんうん、どういう感じだろうと思ったら、普通にセンターステージ集まって、うん,うん、そう、なんか曲一曲披露しますみたいなのあったんよ。えー、何やってくれたん、最後。 それで最後、レジット。まあ、レジットは本編でもやったけど、最後にもう一回やったんね。え、しかもすごい、なんていうの普通に、みんなでわーみたいな感じそれともバチバチに踊るどっちのやつのあ、もうバチバチのやつ。<え> <laughs> すごいね。そう。<laughs> やば。で、バチバチだし、しかもなんか多分、後々映像を残すんだと思うんだけど、その YouTube とかで上がるんか、ちょっと、どういう使い方するかわからんけど、うん、もうカメラマンもいて、そのなんか結構その、 あのね、わかるあの、これ持つやつの、あの、ハンドルみたいなの持つワンカメみたいなやつの。<laughs> そう。あの、ドローンでなんか浮いてそうな、よくわからんやつだよね、あの <laughs>。よくかん <laughs> やつね。<laughs> よく最近見るやつでなんか撮っとったから、うん、結構映像メインな感じで撮り方だったんだけど、うん。バチバチにやっとったじゃ最後に。ええ、すごいね。だってさ、そもそも今回のその、ドーム公演がなんか10曲ぐらい追加であってとか言って、うん、そもそもなんか長そうだったじゃん、その、公演自体が。 だから、それ聞いたときにやっぱ体力どうなっとるんやろうと思ったんよ。<laughs> <laughs> なんかえないって、あの、<laughs> フォーメーションも多いし、激しいし、 ねえ、なんか、すごい大変そうなのに、なんか曲増やした上で,で、しかもダブルアンコールで最後それでや、なんかバチバチに踊ってんの、マジ体力お化けじゃんとって。<laughs> や,やばいよね。確か,確かに。そう。いやなんかさ、俺が今まで経験してきたダブルアンコールってさ、結構その、みんなと一緒にとかさ、うん、結構ね、あの、ミディアムテンポの曲でとかさ、結構多幸感あふれる感じでフィナーレみたいな感じがよくあるダブルアンコールだったんだけど、うんうん、いや、バチバチに踊って締めるやつ、そんなの初めて、みたいな。わかるわかる。あんま、うん 見たことないかも。私も、そんな多くはもちろんダブルアンコール自体そんなないけど、うん、でもやっぱイメージ的にはさ、そういうバチバチ踊る感じじゃないよね。普通に。うん、そうな、うんだ。逆にそれがめっちゃかっこいいなと思って。ああ、確かに。うん、てかそっか、INI ってさ、これ結構さ、なんかドキュメンタリー的なさ、ちょっと裏側密着みたいなやつあったらもうほんとダンス練習めっちゃやってるみたいな感じじゃん。やっぱそれでさ、体力とか基本的にすごいつけてきてるんだね。そうして、てかツアーもあったし、余計、うんうん 体力がっつりつけてきたんだね。なんか。確かに。すごいじゃん。うん。普通あの、踊れないよ、うんうん。そうだね。そう、基礎体力みたいなもう多分すごいついとる。まあ、歌って踊ってみたいなのが、もう本当になんか身についとるっていうかさ。うん。そんな感じはしたじゃん。すごいね。 ちなみに、じゃあ、その、違い的には、そういう、なんか、尺の長さというか、ダブルアンコール的なのが一番大きかったそうだね。まあ、そこが一番大きいのと、あとはやっぱり、その、初日二日目と見に行って思ったんが、結構初日の改善点みたいなのも、結構二日目にされてるなっていう感覚はあった。あー、例えば 例えばね、そのなんか MC のちょっとした流れのさ、スムーズさとか、なんかその、<ー>うんうん。なんかちょっとしたところだけど、そういうのが随所随所で見られた感じかな。ああ、なるほど。うん。それがいくつかあるみたいな感じか。そう,そうそうそう。そうなるほどね。MC も大切だからね。わかるわ、うん。いや、そうなん。ん でさ、その MC だけどさ、MC、まあ今回も最後の挨拶があって、まあ一人一人ね、話するんだけど、なんか僕が特にすごい印象残ったのが、ょうちゃんの挨拶で、なんかまあ最初ドームって発表があった時、まあ正直ありがたいけど早すぎるんじゃないかって思いがあったり、みたいな。 こと言って、まあ、大きな物事がすごい先走ってるような感じがして、自分たちの力に比例してないんじゃないか、みたいな。っていう、なんかそういう時期がちょうどその、ドーム発表あった頃にすごいやっぱそういう悩みがめちゃくちゃあって、みたいな。うんうんうん。っていうのが、すっごい良くて、うん、なんか、正直僕もさ、その、ドーム発表あった時に立ち会っとったから、そのアリーナツアーの初日だったから。うん。めちゃくちゃ嬉しいし、絶対僕は行くけど、ちょっと早いんじゃないかってやっぱ思っとった。でも、このままるとかにも言ったと思うんだけど、LINE とかかなんかで。うんうん。そう。 なんかそれってメンバーも思ってたんだっていうのがなんかちょっと、そういう正直な思いを聞かせてくれたのも嬉しくて。うん、確かに、普通、なんか普通ありがとうで終わるところを、そういうさ、うん、実はそう思ってたって、まあしかもあれだよね、その思ってたけど、今回やってみて、結局なんか、 うん、その良かったっていうかさ、自信がついたりとか、なんか、そういうのがあったから言ってくれたんでしょ、多分。あ、そうそうそう、その後はもちろんそういう感じで、やっぱり、まあそれまさや君とかも結構言ってたんだけど、やっぱり来てくれないんじゃないかみたいな、そんな埋まらないんじゃないかみたいな思いやったけど、もう見にいるじゃんみたいな、そういう、なんか、ちょっと自信につながったみたいな感じだったね、メンバーはね。そっか。うん、なんか、すごいさ、そういうさ、あれだね、その京ちゃんのやつとかは、なんか、今までの INI の MC だったら、結構、 なんかポジティブな話が割とや、感謝の気持ちとか。なんかそういう挨拶のイメージがあったから、うんうん、なんか珍しいっていうか、なんか聞いて嬉しいね。確かにね。うん,うん。そうなん、そうなん。そうだね。なんかちょっと本音みたいなのが聞けた気がして、しかもなんか僕も思ってたから一緒だったんだっていう気持ちもなんかちょっとあって、うん。うんうん、なんかすごい嬉しかったっていうかね。そうだね。なんかそのちょっと本音っていうかさ、そういうなんか胸の内みたいな、チラッと見せてくれたもやっぱさ、フェンファンがさ、グッズはないし、とかさ、<laughs> なんかそういうやつじゃん。<laughs> 確かに。<laughs> 前回のツアーね、それ。<laughs> ないし。在庫ないし、みたいな。そう。<laughs> いや、確かにね。でも今回ドームでなんか、ドームのグッズは在庫切れなさそうだったから、なんか改善はされとるかもしれん。本 <laughs> 当、うん、だって、去年ひどかったよね。本当に。俺最初に行った公園何も買えんかったからね。<laughs> <laughs> そんなことあるんだって思ったもんね、本当に。うん。う で、あとさ、ヒロムがね、めちゃくちゃ可愛いことしとって、うん、その、まあ、全員挨拶終わるんだけど、で、挨拶ってさ、まさイくんで締めるんだけど、なんか、その最後の挨拶で締めようとした時に、なんか、 ヒロムがね、ふとマイク持って、まさいくんちょっと一つわがまま言ってもいいみたいな、いいですかみたいな感じで言って、なんかドームの真ん中、うん、センターステージで、真ん中で会えないのエンジンやりたいみたいな。うん。なんか、We are 会えないって、真ん中のセンターステージで絵になって、あの、ライブ前にいつもやるようなエンジンをミニと一緒にやりたいみたいな。うん、そう。うん、そう、かわいって提案してきて、めっちゃかわいいってなったん。 わ <laughs> かる。え、しかもそのエンジンのいいね。それはさ、一緒にできるんでしょ、うん、ファンも、右も。そう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 。あいない、あがセンターステージ A になって、じゃあ、こうやるからみんなで、あい、えん、あって言おうね、みたいな感じでなって。うん,うんうん。そう、マサイくんが、せーのって言って、みたいな感じで。 うん。えー、楽しそう。あと、ヒロむかわいい。そう。可愛 <laughs>、ね、かわいい。絶対やりたかったんだな、みたいな。もうめちゃ、わがままとか言って世界一かわいいわがままだな、と思ういや、わかる。<laughs> わがままってなんかさ、違うじゃんね。あれ買ってきて、みたいな。別に、みたいなやつじゃないの。<laughs> うん <laughs> そう。しかもさ、全然関係ないけどさ、そ,そこでさ、真ん中でさ、メンバー集まってエンジンやった時あのさ、AKB のさ、ライブでさ、少女たちを覚えとる。なんかさ、AKB48 少女たちよってやるやつ。あー、曲の中でね。そうそうそう。うんうん、あれ思い出したいや、でも全然関係ない、本当に。ただのエンジンみたいそう思ったグループのエンジンといえば。グループのエンジンといえば、そう,そ,うそう。<laughs> あとは西くんの挨拶もすごいなんかグッと来たんだけど、なんか、やっぱダンス初めて、うん、でも高校とかはダンス部みたいのがなかったから、から部活とか入ってなくて、なんか一人でダンス始めてみたいな、なんか駅とかで一人で踊ってたんだけど、まあ、そんな俺が今こんなドームで見てもらえるようになってみたいな、その過去エピソードに弱い俺としてはさ、もうめちゃくちゃ泣けたんよね。うわーそれもいいね。そういう話もいいね。 そう。もうそういうの、<ー>そういうのね、何回でも聞きたいから、同じ人でも何回でも聞きたいぐらい好きだから、そういうのって。そうだね。うん、またさ、まあ、てか私から見たら、西くんなんてさ、もうすごいじゃん。なんか、ザッ 顔、イケメンみたいな。で、ダンスうま、ま <laughs> 音楽、オタクでもあり、そういう意味でもかっこいいとかなんか、私の中でかなり、は、うん、すごいみたいな。もう、すごいみたいな感じだけど、あの西くんですら、なんか、そういうさ、あの時はちょっと孤独を感じててのエピソードあるんって思うよね。そう。ね。ほんと、順風満帆にね、一見見えそうなさ、ね、かっこよさのある西くんなんに。うんそう。なんか、 あの、ラポスタで披露したラップのさ、歌詞もちょっと触れたりとか、その、歌詞にも通ずるものを言ってくれて、うん、その、六畳一間の半地下の下北から、みたいなことも言って、MC で。うん、MC でか、その、挨拶でね。ああそっかー。てか、半地下あるんだね、本当に。あれ、韓国のあれじゃなくて、<laughs> 日本にもあるんだ。ある、ある、あるみたい。<laughs> そっか。六畳に住んでる西くん想像できんね、あんまりね。またね。いや、そう、手狭みたいな。<laughs> めっちゃ手狭だよね。<laughs> 今めっちゃ じゃいいとこ住んでてほしいね。てか、INI、メンバー全員いいとこ住んでてしあ、でも同じマンションか。うん。そうだ、ね、同じマンションだから、まあそこまではあれかもしれんけど、まあ、ある程度は広くなっとるだろうね。うん、ええー、いいね。夢あるね。そう聞いたらね。いや、なんの話うまそうだね。うん,うん。 でさ、まあ、その挨拶の時ってさ、メンバー最後の挨拶の時って、まあ、1日目もそうだったんだけど、そのさ、会場のさ、ペンラが、今回ペンラ制御だったから、あの座席も登録する系だったから、うん、その、文字とかも作れるわけよ、うん、ペンラで。うん、うん、うんうん、そう。 で、そのメンバーが挨拶してるときは、その面からの色で名前がさ、作られるわけよ。あの、一回スタンドで。うんうん、で、俺一日目も二日目も一回スタンドだったから、割とそのね、あのメンバーの名前の一部になれたわけよ。色がついたりして。おー、すごいね。うん。そう、例えば。 小五タジだったら小五でさ、自分のペンラが緑色に光ったりとか、フェンファンだったら紫とか、うんうん、そういうのがあって。うんうん、で、俺二日目の時にヒロムの文字の一部に慣れたんね。えぇ、すごいじゃん。うん、<laughs> そう。一日目はヒロムの文字の一部に慣れんくて、そう。うん、で、二日目ヒロムの時、ヒロムが挨拶じなった時に、自分のペンラが水色にパッて光った時、よっしゃーってすげえでかい声出ちゃった。てかそう、場所によって違うんだね。その、この人この場所とかあるんだ。んあ、大体は同じ位置にとやるんだけど、 結局その文字のさ、アルファベットによっては自分が入るか入らないかってなるわけじゃん。ああ、なるほど。わかったわかった。あの、その、そのさ、そこら辺の空間ってことじゃなくて、本当にがっつり変わったってことで、文字の人になれたってことだもんね。ああ、なそうそうそう、文字の一部になれた。ああ、よかったね。そうなんかよかったね。そんなんでさバイドンゴ俺ぐらいだと思ったけど、めっちゃ声出ちゃった、大声で。なんか私も、あ、そう、そうなんだってなったじゃん、今。そう、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 そそう、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 そう <laughs> <laughs> なんか、でもわかる、現場に行ったらさ、やっぱそういうのでテンション上がったりするのもあるから、現場ならではの反応って感じがして、すごいいいなって思ったじゃん。<laughs> ありがとう。フォローありがとうち。ちなみにさ、なんかさ、ポスト見てる感じだとさ、お隣もヒロムペンだったの ああ、そうそうそう。なんかね、僕自身は二日目はその、たくみペンと連番したんだけど、たくみくんのことが好きなお友達と連番してたんだけど、その逆サイド、逆サイドの方が、そう、女性の方で、そう、なんか、俺がさ、ひろむのうちは持ってるから、なんか話しかけられたんね。うん、なんか、うん、話しかけてもいいですかって言って。<laughs> 話しかけて。<laughs> <laughs> いいね。<laughs> <laughs> そうそうそう。なんか、私もひろむくん好きなんですけど、大丈夫ですかみたいな。<laughs> <laughs> え、何がみたいな。いいじゃんとか思ったら、<laughs> そう。いや、なんかほら、うん、同じ人が好きだと嫌がる人もいるから、みたいな。<laughs> <laughs> <laughs> そんなことあるみたいな。ま、あでもジャニーズの曲あるんだけど。<laughs> ジャニーズあだ。そうなんだ。そうそうそう。ヒロマのことが好きでさ、好き同士嫌な人おらんやろうと思って。ま、あでも確かになんかそのヒロム界隈で言ったらさ、ストールンプリンセス事件というかさ、その周り、ストールンプリンセス周りの時さ、なんか団結して劇場にとったねいか。ああそう思ったらなんか同担拒否あんまなさそうな感じするっちゃするんだけどね。ああなんかやっぱりいろんな意見あるから、<laughs> そうそう、<ー>みたいな感じで聞いてくださったんだね。うん、そうそう。いや、全然もう、ウェルカムっていうかさ、そう、ポスト、なんか X とか見てても、本当ヒロムミニの人ってすごい優しい人多いイメージだから、全然そんなことないなと思いながらうん、うん、も、なんか、多分男だったかのもあったんかななんか,んなんか。俺のヒロムーみたいな感じで思えたんかな <laughs> いや、そう <laughs>。まあ、同担そっか。まあ、あいろいろあるよね。<laughs> <laughs> そうか。そうそう。いや、だけど、あ、全然大丈夫ですよ、つって、あ、よかった、みたいな。え、何きっかけですかみたいな、いろいろなんか、 なで好きになったたたかかかととお話しししりて会前にえー、めちゃくちゃいいね。なんか、でか、聞いたらさ、すっごい話しかけれるよね。うん、<laughs> なんかね、<う>あれ。なんか、話しかけられるし、うん、話しかけるし、意外となんかその、隣がヒロンペンだったらすごい話したくなるってなるわ。うん、ねすごいよね。なんか、よう話しとるなって思うわ。<laughs> 今私もね。 割と話したり、<う>話しかけられたりするんだけど。粉丸も結構そのタイプだよね、まあ。意外と、あの、見た目は社交的だから。<laughs> 意外とちゃんとやるけど。わ <laughs> かるわかるわかる。<laughs> いや、本当だからさ、その人、もうさ、結構俺と同じような反応する人で、なんか、かわいいみたいな。なんかさ、俺がかわいいって言ったら横でもかわいいって言っとったんね。<laughs> なんかその、かわ <laughs> いいね <laughs> い。みたいな。そうそう、同じタイミングで言っとったわ。<laughs> おもろかった。<laughs> え、てかそのさ、文字の一部には二人とも慣れたんちゃんと。いや、でも、ヒロムの時は俺だけ光ったん。 <laughs> 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 申し訳ない。そう。隣の方もヒロンペンなのに、俺がギャーって騒いで、その方は光ってなくて申し訳なくなってるね、ちょっと。<laughs> <laughs> ねえな、まさかの境目そこなちょびっくり。ちょうど <laughs> 文字のなんか切れ目だった見たくて。<laughs> <laughs> <laughs> そんなことあんだね <laughs>。そ,そうそうそう。でもさ、ちなみにさ、なんか、やっぱファイナル、フじゃないフィナーレだから、最終だから、なんか、すごい発表とかあるんかなと思ったけど、うん、別になかったんだよね多分ね。うん。発表はなかったねって感じだよ。それね、俺もちょっと思ったけど、それって読されとるんよ、AKB に。<laughs> その。<laughs> AKB 毎回ファイナルとかそういう時にさ、な何かしら発表あったもんね。そう。急に安定してさ、スクリーンがなんか動き出して、祖格とかって、ギ、うん、ャーみたいな。<laughs> <う>ない。ライブの余韻大なし、みたいな。<laughs> <laughs> あの、あのグループとあのグループ入れ、なんかメンバー入れ替えみたいな。なんか交換留学とか。い<や>ないない別にい。交換留学。<laughs> めちゃくちゃ割れそう。いこまちゃん食んのみたいな。<laughs> <laughs> そう。 松井さんがい。 で、いこまちゃんくんの、うん、みたいなやつ。くんのみたいな <laughs>、えー。姉妹グループ間でも兼任しらすのみたいな。<laughs> ないないない。<laughs> ラポネ内でやるだけでもめちゃくちゃ荒れそうだもん、ね。いや、絶対ないね。絶対,い絶対ないね。荒れまくる。荒れるってもんじゃない、<laughs> 本当に。<laughs> そうだね。うん、いや、そうそうそう、だから、それオッケ発表もなく、結構その。うん、<laughs> な,いのないのよ、別 <laughs> にな,ないのよ。普通ないから。普通ないから。いや、でもな、なんか、僕もポストもしたんだけど。 けどなんかねそのまあダブルアンコールの前の普通のアンコールの本編っていうかそのねあの終了した時に吐けるんだけどでバーってさスクリーンが閉じてってメンバーが消えるみたいな感じなんだけどその時になんか西くんがこれは終わりじゃねえかなみたいな始まりだからなみたいなことを言ったのがすっごい泣けたえ熱、ー、い,ーい,いねーそう なんか、まあ、区切りではあるかもしれんけど、これでね、こっからが始まりって言ってくれたからすごい嬉しくて。うん。うん。なんか、その、INI の公式からもさ、画像みたいなの出てさ、その、だいぶ、共セ終わった後に、なんか、それぞれの直筆のさ、なんか、一人ずつ面からでメッセージ書いてくれたりとかもしてたんだけど、なんか、 例えばヒロムだったら新しいスタートとか、また次のステージへってまさくん君書いたりとか、やっぱ結構次に向けてのって感じの意味合いだったのかなと思ったら、なんかすごいこれからもめっちゃ楽しみになったじゃん。あー、そっか。なんかみんながそういう認識なのもいいよね。うん、だってまあ。 だってさ、そうだもんね。今年飛躍するんだもんね。らさらに。うん、今からさらに。そう,そうそうそう。うん。だからみんなも、みんなもそういう覚悟があって、なんかやっぱ一つの通過点として捉えてるんだなと思ったら、なんか、めちゃくちゃいい公演だったけど、もうこの先もさらに楽しみだな、みたいな。まあ、よかったね。うん。以上でね、今回は、 INN の京セラ公演の2日目にね、僕が行ってきたので、そちらの話をしてたんだけど、いやー、本当に、ちょうど今、1日経った後、収録してるけど、なんか、未だに余韻がね、半端ないわ。うーん。すごい3連休だったね。もう、フルに使った3連休だったね。3連休をフルに使いました、僕、みたいな感じだじね。そうだね。ま、あなんろう俺は1日有休取ってるからさ、4連休みたいな感じだったんね。<laughs> <laughs> <laughs> 絶対疲れとるな、今日は、と思って。月曜ん。そうじゃん。うん、正解やっちゃうん。 であ余談なんだけど、まあ、ちなみにさ、その、マッチアップ、アルバムのさ、特典のさ、登落もあってさ、僕がね、ブジャの、オフライン、ヒロムくんのオフライン当選したから。<laughs> すげえ。なんで <laughs> すげえ。<laughs> ねだからすごいちょっと喪失感ある中で、またこういう嬉しいお知らせとかもあって、なんかまた頑張ろうって思ったよね。ああ、いいね。おめでとうだね。よかったね、当たってね。ありがとう。ね、またなんかレポートができたらいいね。またからさ。 次の会えないの活動が楽しみだよね。そうだね。<music>